皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校3年生の理科、磁石の不思議の内容です。この動画では磁石につけた鉄について調べていきます。磁石についた鉄のクリップをよく見てください。どうして鉄同士がくっついているのでしょう？鉄が磁石になったのでしょうか？調べてみましょう。磁石から離しても、クリップ同士がくっついています。クリップ同士を離してからもう一度クリップをつけると引き合っていることがわかります。磁石についた鉄は磁石の力を持っているのでしょうか？それでは磁石につけた鉄のクリップを使って確かめてみましょう。もし磁石の力を持っているなら、何を使えば確かめられるでしょうか？そうですね。磁石は鉄を引きつけるのでしたね。鉄のチップが引きつけられました。また、磁石同士なら違う極同士が引きつけられるということでも確かめられますね。方位磁針もクリップに引きつけられて動いています。磁石につけた鉄にはやはり磁石の力があるのです。この時間は磁石につけた鉄が磁石の力を持つようになるのか調べました。磁石につけられた鉄のクリップは磁石から離した後も磁石の力を持っていることが確かめられました。皆さん、身の回りにある鉄のものは磁石につけた後、磁石の力を持つようになるのか調べてみてください。鉄の釘や針金など、お家の人と一緒に試してみましょう。それでは、これで、この磁石の不思議という単元の学習は終わりです。皆さんは磁石の不思議をたくさん見つけられましたか？もっと知りたくなったことはありますか？さらに、不思議だと思った磁石のことを自分でも調べてみてください。そして、理科の学習をこれからも楽しんでください。